はい今日で12月も半分が過ぎましたどれくらい勉強できましたでしょうか、えー、振り返って課題点を見つけましょう、えー、そして対策を考えて明日から、えー、その対策に従って実行していきましょうで、えー、繰り返すっていうことが結果を出す秘訣なんですね つまり課題点を見つけて対策を考えて実行する。これの繰り返しですね。これがすごく重要になってきます。誰でも失敗はします。でも失敗したら原因を考えて次なる一手を打てばその失敗は糧となります。失敗を放っておいたらまた同じ失敗を繰り返します。そうならないためにしっかり対策と実行が重要になってきます。課題点は見つかりましたでしょうかご相談があればお気軽にメールをください。 この動画の下の概要欄に私のメールアドレス貼っておきますので、そちらからメールいただければと思います。では問い1です。AB 間で金銭消費対策契約を締結した際に、再建譲渡することを禁止する特約を、えー、約上した。それにもかかわらず、再建者 A が第三者 C に対して再建を譲渡した場合、この譲渡は無効となる。丸か罰かという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、罰になります。債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合、原則有効なんですね。問題文は無効となっているので、誤りになります。でまた、例外として、債権の譲り受け人 C が悪意または重過失の場合、債務者 B は、 譲り受け人 C からの請求を拒むことができます、まあこれもね合わせて覚えていただきたいんですけどもでその他にもまだ関連ポイントありますのでこの点は個別指導を受講していただいた方にえ解説いたしますこれもですねこのまんま覚えるってなかなかイメージづらいと思うんですよねなので、まあ、個別指導では具体例入れながらですね解説させていただきますで問い2ですねえ宅建業者のの免許の有効期限は5年で 免許の更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない、丸か×かという問題ですえ。答えは×ですね。この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りです。え免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新というのは有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。 90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば200日前とかでもいいことになるんですよ。それはダメですよね。例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるからこれもダメですし、また有効期間満了の日の15日前、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと。この間でやってくださいねって話です。 で、えー、これだけ覚えるのは、まあ、非効率なんですよねで。個別指導では4つのポイントを、えー、お伝えしております、まあ。こういった部分ですね、関連ポイントを合わせて勉強すると。これが重要なので、まあ、こういった勉強ですね、ぜひ、えー、自ら行っていきましょう。で、問い3ですね。民事調停法による農事調停により、えー、農地の所有権を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はない。丸かツかという問題です。えー、答えは、 許可を受ける必要はありませんので、で、えー、正しいですね。えー、農地調停により農地の所有権を移転する場合、まあ、取得する場合ですね、えー、この場合というのは参上許可不要ですで。農地の売買とか貸借などで揉めた場合ですね、初めは農業委員会が入って解決を図るんですけども、まあ、それでは収まらない場合ってあるんですね、まあ、そういった場合に裁判所の調停機関が入って話し合いをします。まあ、もっと具体的に言うと、まあ、調停委員というのが、まあ、いるんですよ。 その調停委員が間に入ってて話をしてくれるんです、ね、でもこれが農地調停です。そして例えば裁判所の判断で農地の権利は A さんにありますよって決めた場合それに対して農業委員会が許可しないっていうのもおかしいですよね。もう裁判所は決めたことじゃないですか、まあ、厳密に言ったら調停委員なんですけども、まあ、裁判所の判断で決めたことなのでもうこれは農業委員会はタッチせずに許可不要にしましょうと。 まあいうこの点は回答だけ覚えていただいても全然問題ございませんつまり丸暗記ですねこの部分はもう丸暗記でも全然いいです農事調停の場合は許可不要なんだと参上許可不要だってことをそのまま丸暗記していただいても問題ございません今日も勉強しなければいけない関連ポイントありますのでこの動画ではお伝えしていない部分なので自分自身で調べて勉強していただければと思います で、時間がない方だとか、調べ方がわからない、えー、何を調べたらいいかわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では、そういった関連ポイントも合わせて解説させていただいておりますので、効率的に実力を上げていただくことが可能です。今からであれば、来年、えー、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して、来年の合格を目指しましょう。個別指導は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。ぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。